はい、えー、ファイナンシャルプランナーの藤井です、えー。この動画ではですね、えー、独立系 FP 企業副業のためのビジネススキルアップ養成講座、あご受講いただいた方をね、お招きして、えー、お話を聞いていってるシリーズでございます。今日は、元木ファイナンシャルプランナーにお越しいただいていろいろと聞いていきたいと思いますんで、元木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、えっ、ー、とー、まあ僕はね、もう長,長いこと、 まあ約1年ぐらいねあのやり取りさせてもらっててよくしてるんですけどこれ見てる方ご存知ない方もいると思うんでえっ、ー、とまず自己紹介ですねえ元、ー、木さん自己紹介をしていただきたいと思いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします元、えー、木光と申します、えー、山形県で保険代理店を経営しておりますで、えー、営業の男の子が2人事務員さんが2人あと えー、自分2代目なんですけど、父、母の計7名で、えー、やっております。はいでえー、と普段は、まあ、損保のお客さんを中心に、まあ、政府の提案をしたりしてるんですけれども、えーまあ、ファイナンシャルプランナーの資格を取ったものの、なかなか行かせてないなということで、えー、藤井さんと出会って、えー、コンサルをお願いしたような感じです。はい ありがとうございます。だからもともとはそ、その損保中心の保険代理店で、えー、お父様がやられてて、で、本木さんが2代目として入ってこられたっていう感じで、お父さん損保得意だから、息子さんも製法っていうね、まあ、意外とあの全国的にはよく聞く流れだなと思いますけど、はい、まあ本木さんは実際は両方できる感じなんですよね。両方できて、まあ結局、その、 父親のお客さんってどうしても熱狂的なお客さんが多いので、どうしてもこう損保だと比べられてしまうので、りなりの武器を持たなきゃというので、聖 <laughs> 保だったり FP の資格というのでこう、そ、うん、っちも頑張ろうというので、そっちの方が最近は得意になってきましたる 会社さんでいらっしゃるんですかね。あ、40年ですね。お、すごいな。はい。<laughs> はは。い。はい、じゃあ、もう20年はいけますね。もう20年。<laughs> はい。はい。はい。ありがとうございます。まあ、なんとなくね、こう、雰囲気分かっていただけたらと思います。じゃあ、そのコンサル期間ですね。はいう。さっき僕らもチラッと言っちゃったんですけど、改めてお聞きしたいと思います。大体コンサルしていただいたのが、まあ、1年ぐらいなんですけど、 まあ最初、まああのー、基礎講座とか座学があったりとか、いろんなレクチャーいただいたのが半年ぐらい。で、その後は実践をやりながら、つどつどわからないことがあったときにサポートいただきながら、あまあ、最初からこう上手にはできないので、うんうん、困ったことがあったりとか、まあ、藤井さんからこう気づいたことがあったら、適宜連絡があって、えー、サポートいただいているような。 感じで大体1年ぐらなんか毎月1回はなんかミーティングっぽく間違いなくやってたと思うし、うんはい、毎週やるようなタイミングも多分あったと思いますよね、うん、当時はね。はいはい、で、えーと、次にちょっと聞きたいのが、えー、と僕、独立系のファイナンシャルプランナーとか、まあ、副業でももちろんいいと思うんですけど、こういうご時世なんで、僕、絶対必要なのが、情報発信ですね、まあ、ライティングを基本にした情報発信ですね。 と、まあ、ライフプランニングですね。まあ、実際お客様のところで行って、その、導いていかなきゃいけないので、この2つの力がすごく重要だなと思ってる中で、まあど、どちらも受けてはいただいているとは思うんですけど、特に、元木さん、情報発信の方をね、こう、最近すごく頑張られてるので、中心に聞きたいなと思ってるんですね。で、その、まあ、ぶっちゃけやる前とやった後ですね。あの、情報発信をやる前とやった後では、何か変化があったのか。あ それによるその効果効能的な数値化できるものがあれば、何か教えていただきたいと思いますはい、えっと、情報発信で、まあ、本業の保険ののまで、あまあ、例えば医療保険がどうのとか、まあ、最近だとコロナのみなし入院がこう見なくなりましたよみたいな情報を発信すると、うん、やっぱりこう読者さんから、これってどういうことなのって問い合わせがあったりとか、もともと、はい、 他社さんで入ってる医療保険はどうなんだろうっていうご質問をいただいて、はいまあ、医療保険の提案につながることもあったりとか、あと、まあ、自分も保険代理店の経営の方もやってるので、あのー、まあ、医療種との提携というか、あのー、具体的に言うと、町の車屋さん、あの、自、はい、動車整備工場さんの方の保険の方で、まあ、どうしても今後こう、 ご高齢のお父さんお母さんだけでは、保険はちょっと手一杯にやってくるので、元、えー、木さんの方でもやってくれないかっていうようなあのお話をいただいたんですけど、うん、まあそれもこう情報発信をこうしてることで、やっぱり自分の人となりが分かるわけなんですよね、こう考え方とか。癖が出ますよね、<の>よくもあるとね。思考の癖というかね、パターンというか。で、やっぱりそういうふうにこう自分の人となり、癖がこう伝わったことで、 この子なら大丈夫なんじゃないみたいな <laughs> 要素で預けていただいたと思うんですけど、やっぱりこう情報発信したからこそ、お客さんからの問い合わせもあったりとか、まあ、そういった、あのー、提携のお話いただいたりとかっていうのは、すごくうだろう数値化ってなかなか難しいんですけど、当初情報発信でそこまでの,その,あの経営の方の提携を予想してなくて、どちらかというと、 あのライフプラン作りますとか、保険でっていうふうな頭しかなかったんですけど、やっぱりこう、何か売るなりこう、提供するなりっていうのは、うん、必ずしもこっち側の意図としないものも舞い込んできて、まあ、相談しやすい、話しかけやすいっていうその、うん、対象にはしてもらえたのかなっていうふうに思います、うんまあ、本当にその文章を通じて人、人柄というかね、 いま、うん、だに毎日発信されてるんで、もうね、はい、それが最大のこう武器というか、うん、そんなことをできる、何か毎日するってね、うん、なかなかあのいい大人ができない人の方が多いので、うんはい、それはね、もう圧倒的な信頼なんだろうなっていうふうに思います。ただ、ちょっと今気になったのが、その整備工場のとか車屋さんって、まあ、ご自身より年齢上ですよね、だいぶ。上です。60 はい。他ですね。はい。さすがにけど、本木さん、おいくつですかは、41です。41歳ですね。はい、だから、その、年の上の方からそういうふうにね、はい、まあ、そういうのメールマージュ頑張ってるし、みたいな話とか、はい、この子だったらみたいな話になったんだと思うんですけど、はい、ご自身なりやっぱりそういう情報発信が効いてるっていうふうに思ってるんですかね。は、思ってます。やっぱりこう、その、 整備工場の社長さんともこう何度かあの食事したりお酒飲み行ったりってこうコロナ前は特にあったんですけどちょうど自分もメルマがスタートしたのがコロナでこう外出があんまりできなくなったか落ち着いたかぐらいの時なので、うん、なかなか接点という接点も持てずにいたところでなんかこう急に LINE 来てたまに飲みたいんだけどみたいなのが来たのでたまたま飲みに行ったら あのー、メルマガ頑張ってるねみたいな切り出しから、<laughs> な成形の話までトントントンと行っ,ったので、お<ー>それがいろいろ、なんか前、藤井さんがおっしゃってた本来、うん、の積み重ねみたいななんかの思い出しながらその話してたんですけど、うんんこうメルマガって毎日書いててうん、あんまりそういった意識が なくてもやっぱり読んでる人からしたら、本当に気づかないぐらいの積み重ねなんだろうけども、やっぱり1ヶ月、2ヶ月ってしていくうちに、だんだん信頼が厚みを増していくのかなと思いましたそうですね、まあ、その茂木さんの前の木でもね、同じような意見が実際出てますし、うん、そこでね、なんか話が進展した。 っていうのことは直接的な要因ではないですけど、うん、でも、紐を解いてみると、やっぱりそこをずっとこうコツコツやられてきたっていうの、ね、あの大きかったんじゃないのかなっていうふうに、えー、僕の経験でもやっぱ思いますね、そこはね。うんはい、意外とね、見られてないと思ったけど、意外と見られてるんですよね。意外と。<laughs> 意外と読んでるな、みたいな。<laughs> なんでそんなことまで知ってんのみたいな。<laughs> やっぱり自分もこう続けてると、2>, <laughs> 2、3か月前に書いたことなんて、ちょっと頭から抜けてし、はい、で、たまたま久々にこう会った人から、例えば、あれってどうなってんのとか、どういうことなのって言われると、え、なんで知ってんのっていうような経験もあって、はい、はい、なのですごくこうお客さんっていうか、読者さんとの,その信頼関係というか、パイプはすごく太くなったような気はしてます。うんうんうん、なるほどねはい まあその信頼関係とか、まあ目に見えないけど、その、なんていうかな、あの、絆。まあ絆自体がもう元ともと目に見えないんですけど、そのなんか電子的なね、こう、関係値の中で築かれる絆っていうのもね、やっぱり本当にあるので、なんかそういうのは体験してもらえてすごいよかったなっていうふうに僕も思います。 はいでね、次にちょっと質問は、まあ、情報発信のメリット、デメリットはっていう話なんですけど情報発信で1人に行っても今だった TikTok とかインスタグラムとかいろいろあるじゃないですか僕はあの FP であればライティングですね書くこと、うん、文章が上手うまいとか下手とかはあんまり問題ではなくてその発信していくこと自体にメリットないしはデメリットもあるのかなと思ってるんですけどこの点について。 元、えー、木さんが感じられたメリット、デメリット、ね、あのー、包み隠さずでいいので、ね、<laughs> おっしゃっていただいたらと思いますはい、メリット、メリットとしては、やっぱりこう、自分の場合はこう毎日発信するぞって決めたので、毎日こう発信するためには、やっぱりこう、情報収集でこうインプットしなきゃいけないんですよね。うんうん、なので、あのー、毎日こう、新聞読んだり、ネット記事読んだりって、こう、今までよりは、 なんか量も増えたし、読むジャンルもちょっと変わってきて、やっぱり自分の知識にやったことを今度アウトプットすることで、うん、やっぱりこう定着にもなってるなってことと、あと、まあ、メリットは、さっきも言ったその読者さんとのパイプが知らないように太くなってるっていうのもありますし、うんでまあ、デメリットとしては、毎日配信するので、<laughs> 自分の場合は。 決めたので、はい、あのたまに夜飲み会が入ってて書けないとかいろんな都合もあるわけですよね。<laughs> <laughs> なので、そういった場合はこう前の日に2記事書いてとか、あのー、せめて12時を過ぎる前に11時55分でも流せば今日1本流したっていう事故満につながるんですけど、うん、そういったこうプレッシャーとかはあったりしますけど、でもこう、 1> 1ヶ月ぐらいいはこう慣れないことをやり始めてるのでそういうことも起きますけどだんだんこう一日の流れというか一つのライフワークになってくると楽しさの方がまあ増してきて、うん、今日何書こうかなみたいなのでこう書けるようになってくるので、まあ、最初はデメリットに感じるかもしれないけれどもだんだん麻痺慣れてくるような感じがします。 あと、デメリット。あとは、あ、あれですね。最初、メルマがはこうと思った時にこに、いろんなインプットして情報発信しようみたいなのだけをやってたんですけど、藤井さんの方からこう、たまに人間味のある投稿というか、<laughs> は,は,はいはいはい。<laughs> した方がいいんじゃないって。で、自分も確かにこう、う他で仕入れてきたものを自分の価値観で、こう ものを考えて出すっていうことも自分の価値観としては出してたんですけどもうちょっとこう人間味のあるものを書かなきゃなみたいなことをこう藤井、うん、さんのアドバイスをもらって思ったんですけどどっかこう自分の私生活をなんか切り売りするみたいな自分の個人情報がだだ漏れじゃないかみたいな、はい、とかってすごくこう <laughs> 抵抗があったんですけど、うん、あのまあ コンサルを受けてる間は、もう藤井さんを信用してやってみたらってものを、とりあえずやってみようみたいなのでやったんですけど、あと、例えば子供とキャンプに行きましたみたいな、まあ、ちょっと日記っぽいことを書いただけでも、やっぱり読者さんの反応としては、どこに行ってきたのとか、あとこう、えー、子供さんっていくつなのみたいな話が広がって、うんうん、ビジネスだけのお付き合いっていうよりは、こう なんか人と人としてのこのお付き合いが、ここで始まったような気もしますし。そうですよね。うん、あと、あれですね、藤井さん忘れてるかもしれないんですけど<お>た、たまにおねえ言葉で書いてみたらっていうのがあった<笑><笑>ありましたね。そういうお題がありましたよね。<の> <laughs> <の>一回ね。<laughs> 一回、なんか、あの、女の人の気持ちになって書,書いてみて、文章もそれっぽく書いてみたらっていうアドバイスも、すげえ抵抗あったんですけど、 <laughs> あのや,ってやってみたら、しかもあれなんですよねこう、おねえ言葉で書いてみたらって言われて書いてますじゃなくて、唐突におねえ言葉で書いてみたらってうので、ので、最後まで種明かしせずに配信するっていうやつをやってみたら、<laughs> LINE が来てどうあの、友達から来て、どうしたっていうのが来たり、あと、 お客,さんお客さんからあんまり来なかったんですよね、リアルのお客さんからは。でも、たまたまお客さんと会ったときに、この前のメルマがあって、おときさん書いたのって言われたから、そうですっていう話をしながら、<laughs> でも、やっぱりそこからつながる会話、盛り上がりっていうのは、変えがたい盛り上がりがあったのであの、そういうなんかこう、なんか情報発信ってこう、なんか堅苦しく考えすぎてたので、うん なるほどね。はい。うん、そういうのも、こう、デメリットとしては最初感じたとしても、脱却するとメリットに変わってくるな、すごく感じます。なるほど。はい。はい、まあね、最初はね、ちょっとパーソナルな話ってね、抵抗はあるとは思うんですけど、うん、意外とそういうところをお客様とかね、契約者も含めてですけど、契約してから終わり、うん、契約して終わりなんてお客様もね、実際あると思うんですよ。うんうん、ね、紹介してもらっていって、ね、うん あの、終わりっていうのは結構あると思うんで、ことあるごとにそういう接点がつながっていけて、そういうパーソナルな面から人間関係深まっていくのもあるのかなと思いますし、うん、これ僕思うのはね、なんかその上半身のメリットでもあり、デメリットでもあるんですけど、うん、その書かなきゃいけないから、インプット前提にアウトプットしてませんはいはいはい。書く前提に、あ、これいただきみたいな。うんうん、でもこれって FP って、 世の中のトレンドとか、特にお金だけじゃなくてね、そういう、うん、世の中のトレンド全てにお金と紐づいてるわけですよ。だからこそ、やっぱインプットしながらアウトプットできる能力って一番必要だと思う,のでうんですよね。はい。それをさらに言語化していくっていうのはね、やっぱ素晴らしいんじゃないかなと思いますし、うん。それを今度は喋るときも応用できますんでね。でうやっててこう思ったんですけど、はい、やっぱりインプットアウトプットもそうなんですけど、なんかどっかこう、途中勘違い、 しちゃったのがなんか、こんな出来事があって、世論がどうでどうのこうのみたいな書き方になりがちなんですけど、うんうん、なんかこう、途中で思ったのは、これはあくまでもニュース速報じゃなくて、あの価値観の影というかその、みんな自分と同じ価値観の人なんていないので、ただ自分はこう思いますよっていう価値観の提供をするって考えたら、 割と楽になったというか。そうですよね。うん、もう、もう素晴らしいですね。はい、あのむしろお客さんってね、そこを見てますんでね。はい。うん。その学者とかはいっぱいいるんで、分析する人とかはね。ねはい、ただ、それをの事象を通じて、どういうふうに感じているのかっていうその価値観とかをね、やっぱり見ているんじゃないかなって、僕もやっぱり同じように思います。はい。 じゃあねもうちょっとお違う質問いきたいんですけど、はいまあ、その中でもね、はい、なんか印象的なお客さんとのエピソードあります。<laughs> <laughs> ありますというか、いろんな反応をいただいたり、読者さん、お客さんっていらっしゃるんですけど、あのー、さっき、提携、車屋さんで提携しましたっていう60代ぐらいの社長さんなんですけど、うんあのー、自分のメールマガジンをあのプリントアウトしてファイリングしてるらしいんですよ。 <laughs> すごいですねあ。あの。どうでもいな,それなんか、どうでもいいやつもあるんだけどねって、こうなんか一言前置きありながら。あの、とりあえずファイリングしてると。で、はい、あの、興味持ったやつとか、勉強になったやつは、こう。マーカーつけて。なんか朝礼で話してるらしいです。あの従業員さん向けに。<laughs> マジですか。はい。それを打ち合わせなかったな。<laughs> すごいです、ねいやいや。あの、<laughs> 今思い出して。あの、はい、朝礼で話してて。 で、あのね、やっぱりこう、人前で話す時がある人うん、うん、あとネタに困って、いや、自分もその立場にあって、はいはいはい、そうですね。朝礼とかでこう<の>従業員さんに対してこう、いろいろ、あのなんか、数字がどうのじゃなくて、なんか、こういうことがあってね、みたいな、こう話すときに、何話そうってやっぱりなるんですけど、その社長さんはファイリングして、なんかこう、 こういうのがためになったのかって書いてるらしくて、っていうのを聞いて、なんかちょっと、ゾワゾワしながら。<laughs> でも。添風、添風録みたいになってるじゃないですか、ね。うなんか、こう、嬉しさもありながら、はい。タイリングしてくれてたりとか。で、そうだな。あとは、こう、情報発信してて、やっぱりお客さんから、あの、 2 3ヶ月前のことを言われたりすするんですよ、ね、おー、なるほどね。自分の頭からもう、もう情報発信したからと思ったけど、なんかふと言われたときに、え、なんで知ってんのみたいな、この、相手が、いや、書いたじゃんって言われて、あ、書いたなっていう時もやっぱりあって、はい。で、そういう中でいくと、あの、読んでないだろうなって思ってた人から、うん 本当、でも、つい最近ですね、一週、一週間前ぐらいなので、はい。LINE 来て、うん。メールマがって全部自分で書いてるのとかって、こう、えー、書いてるよって返したら、すごいねっていうので、こう、LINE で盛り上がったりもしたんですけど。あなるほどね。一番印象的なエピソードとしては、ファイリングが。テンプログが。<laughs> すえなと思うすごいですね。確かに、それは僕も経験ないなぁ。はい それは嬉しかったです。しですね、嬉しいですね。まあ、と同時に、多分相当なこう信頼をね、寄せられてると思うんで、<ー>はい。まあ、なかなかね、もう,こう、元木ファンになってるんじゃないかなと思いますね。はい、はい。じゃあですね、こう、はい、まあ今回、こう、まあ、元木さんたちが、まあ、実際、実質的には、二期性的なポジションなんですよ。情報発信も結構教えたりとかはもっとしてるんで、情報発信者でいうと、こう、 もう8期生ぐらいになっちゃうんですけど、うんはい、ただ、その、まあ、FP としてやり始めたのは、多分3期生、最、ま、近、あ、2.5期生ぐらいになると思うんですけど、うん、これからね、まああのまあ、やってくれる人がいるかどうか分かんないですけど、そういうのをね、企業、副業やっていく上えで、避、ま、けて取れないって思っている人も一定数いると思うんで、特にそのライティングを中心とした情報発信をする人に向けて、何かメッセージがあればね、うん、えお願いしたいと思います。 あの少なからずこういうライティングだったり情報発信ってなってくると、あの多分自分もそうだったんですけど、書店でこう情報発信とはとか、YouTube でも集客がどうのとかっていうその、いろんな情報とか知識ってこう得てると思うんですけど、はい、なかなか使いこなしてなかったり、そもそもどうやって使えばいいんだろうみたいな。あのうん 道具は手に入れたけど、使い方が分からなくて、自分はこう、藤井さんの門を叩いたわけなんですけど、はい、で、やっぱりその、うん、セミナーというか、コンサルを受けてるときに、やっぱりこう、あ、知ってる、知ってるとか、あ、そういうことだよねって、こう、分かってはいるけど、やってないことがやっぱり多くて、うん、でも、それを、やっぱり藤井さんは実際にやってきた人なので、そのやってきた人の、こういうことでつまずいたんだよとか、こういうことで、 解決できるんだよっていうのもやっぱりこうサポートしてもらいながらできるので、うん、ライティングスキルというか、その、うん、知識はあったとしても、それをどう生かすかっていうところはすごく重要だと思うので、まあ、そういったところをこう、一生懸命情報発信でつなげていけたらなって、自分も今後も思いますし、あと、情報発信のツールってやっぱり今、メルマガだけでなくて、やっぱり Twitter キック。

今更メルマガスかみたいなところもやっぱり最初あったよね。でも、じゃあツイッターで今までこういろいろ発信してきたの発信の質とメルマガの質もやっぱりあの教わったことで違うので、やっぱりそのメルマガにはメルマガにしかないその信頼の築き方がやっぱりあるなって思いました。うん、で、やっぱりフェイスブックももちろん アカウントはあるんですけど、あまり機能してないんですけど、あの、Facebook だったり、Twitter、特に、あの、TikTok、YouTube なんかは、うん、なんかこう、ハードルがちょっと高いなとか、顔出し嫌だなとか、いろいろ考えたり、結果やんなかったりするんですけど、うん、うメルマガに関しては、もう一年近くずっと続けてこれたのも、やっぱりこう、気軽さというか、で、それに対しての反応もしっかり、 リアルな、リアルなっていうかな、その特定の人からの反応がしっかりもらえるので、Twitter とか TikTok は、こう、はい、いいねが来ても、その知らない誰かからのいいねなので、うんうん、やっぱりメルマガのいいねは、いいねって思います。はい、<laughs> <laughs> なるほどね。有名、はい、<laughs> 言出ましたね、今ね。メルマガのいいねはいいね。<laughs> 今今 その後何言おうと思っていいって出ていい <laughs> <laughs> まあこちらからね届けていくメディアなので <laughs> まあ昔から僕も言ってるんですけどね <laughs> あの不特定多数がいつでもどこでもまあそこに行けば見れるっていうものよりもなんかこちらから届けているっていうのはねこう見る時の心境が全く違うので <laughs> はいはいこれはねなんかこう言語化しにくい感覚が <laughs>、うん。 あるんですけどツイッターとか YouTube とか、まあ、今だとた TikTok とか、まあ、インスタもあるしなんですけど、うん、そういう媒体をやるなっていうわけじゃないんですけど、うん、そのちゃんとこのこっちから届けるメディアを作ってからやるべき、うんえー、だと思うんですねそれはビジネスモデル的にもそうですしさっきのパイプの太さとかね顧客のフォローとかそれを見るからこそ招待紹介し,しようかなとかね 何かあったら相談しようかなってきっかけにも、こちらが届けてるからなるので、うんうん、これはね、0.5訪問ぐらいの価値があると思ってますね。0.3訪問ぐらいかもしれないですけど。いや,いやでも本当にこのメルマガって時代遅れじゃないってすごく思います。はい、今でも王道ですからね、そうは言てもね。唯一 LINE、公式 LINE がそれに追いなすような。あ<ー>まあ、両方やれば、まあ、結局両方やることになりますしね。うんはい これ作ってから、あの、そっち側もね、えー、していくと、うん、ビジネス設計っていうのうまくいくんじゃないかなと思います。うん、はい。まあね、えっ、ー、と、いろいろ、あのー、言っていただきましたけど、うん、はい。まあ、最後のところは、あれですかね、さん。知ってるのとできるのは違うってうこと、ねうん、あ、それすごく思います。<笑><笑>はい。<laughs> それがメッセージになります。<laughs> はい <laughs>、はいえー。ということで、えー、いろいろとお聞きさせていただきました。うん、はい。はい ではモトキファイナンシャルプランナーでしたモトさんどうもありがとうございましたありがとうございました失礼します失礼します